はい、ございます。2週にわたってお仕事してた伏見の現場が昨日でやっと終わりまして、今日朝はゆっくり寝とこうかなと思ったんですが、朝からとんでもない雨の音で起こされまして、でもうしんどいんやけど、もう起きちゃったのでしゃあないの、起きようかみたいなんで起きて、事務所にちょっと早めに来て、事務所近くの、コメダで朝ごはんを食べました。はい、しんどい。はい、ちょっとね、この2、3日バタバタでそんな話もできてなかったんです。昨日よう考えたらしようかなと思って忘れてたんやけど、この日曜日の深夜に、乃木坂工事中っていう、その乃木坂46の看板番組がテレ東で、こっちやったらテレビ大阪かな、であるんですが、それでね、いつも新しいシングルが出るたびに、乃木坂46っていうのは、選抜メンバーっていうのが決められるわけです。AKB さんとかやとね、48系の方々やと、人気投票みたいなのがあるのかな、よくシステム知らないですが、で決まるみたいなんですけど、乃木坂46に関しては運営の大人たちがその時のそのタイアップの状況とか、あとその曲の感じとか、その時のその活動状況とかで、選抜を決めましてね。で、その番組内で発表するのが恒例になってるんですけど、それがこの前の、日曜日、昨日、おとといかな、の深夜の番組内で、次が30枚目なんやって。30枚目のシングルの、8月の終わり頃みたいなのかなの、選抜発表がありまして、ね、それも先週から聞いてたので、うちのユンちゃん、柴田ゆなちゃんが止まってんな。まあいいか。はい。柴田ゆなちゃんが入るかどうかっていうのがね、すごくおじさんが気にしてたんですけど、ちゃんと順当に、選抜から外れることなく入っておりましてですね。で、プラス、まあ、堀江が推してる中の一人である、弓木奈緒ちゃんって京都の子なんですけど、もう、初選抜で入りまして。だから今回は初選抜が2人かな。久しぶりの子もいたりとかして、で、5期が入るんかなーって思いきや、5期生は全然入らず、全く一人も入らずで、今回、今日電波悪そうやな。選抜ね、どっかに画像落ちてないかな。意外と落ちてない。なんかそういうのもね、そういうのもいろいろこうファンの中で予想したりとかね、する人がいたりとかっていうのも面白いんですが、でね、今回ね、
回こういうことに見えるかな。30枚目シングル選抜メンバーっていうのがねありまして、はい、でそのすぐ後に一期生が2人、もう今ね一期生4人しかいなかったとこを、2人卒業発表、一期に発表っていうので、ね、1人が和田真彩ちゃんっていう、もう一期の中での最年少メンバーの1人と、あとまあ樋口ひなちゃんって今もドラマとかでも引っ張りだこの、この子、この子ね、はい、が、卒業発表っていうこと で、特にその和田真彩ちゃんの方は今回そのね選抜シングルの選抜にも入ってない状態で辞めちゃうので、ね、あんまり選抜に恵まれへんかった子なんですよ、二人ともやけど。ひなちまの方、樋口ひなちゃんの方は最近はこう常連化してちゃんとメンバー、選抜メンバー入ってたんですけど、和田真彩ちゃんの方はあんまり選抜のメンバーに入ることもなく、もう数えるほどしかないんちゃうかな。やったんで、そのね、なかなか残念な終わり方ではあるんですけど、まあもうあとだから残ってんのってキャプテンの秋元真奈ちゃんと、斉藤飛鳥ちゃんだけが一期になりましたけど、今もう2期もね1人だけ、彩音ちゃんだけ、鈴木彩音ちゃんっていう子だけが2期でいるんですけど、あともう3期4期ね、今入ってきた5期で構成されてる状態です。だから今40だから、まあザキが出て43やし、だから2人出たからもう41になっちゃったのか。うん、それ乃木坂ね、乃木坂46って名前が、乃木坂46って46人いるんでしょっていう人が結構多いんですけど、あれは AKB は48人いるのかな、いやし、そういうふうに思わんのかな、あ、ちょっとわかんないですけど、もうね AKB のこと全然わかんないんですよ。で、AKB48 から、2つ足りない46っていう数字を与えられたグループやけど、48に負けないように頑張りますみたいなコンセプトで確か46っていう数字が振られてたと思います。ので、その時その時によって全然人数がバラバラ違うんですけど、そう、あれは、グループ名と人数は関係ないです。乃木坂も46人もいて大変ですよね、とかって結構言われるので。でそのね30枚目のシングルの活動期間で、和田樋口海は1期生2人は、もう卒業っていうことやったので、次にだから夏のツアーは出るのかな。で31枚目のシングルが出る前に、グループから卒業っていう形になると思うんですけど、だから今回そのシングルの選抜メンバーに入ってる樋口ひなちゃんの方は、ね、テレビなんかでも露出はある程度あると思うんですけど、和田真彩ちゃんの方はアンダーメンバーって言ってね、選抜じゃない子たちをアンダーメンバーとしてまた別個にライブやったりとかするんですけど、それもまあ入るんですけど、そっちの方向性でなので、あんまりテレビとかには全員で出るとかっていう出方じゃない限り、
おそらくその30枚目のシングルの活動期間は、テレビなんかの露出は少ないんじゃないかなと思います。ね、それも寂しいけどね、まあ、それはしゃあないな、はい、なので、あれでもどこかでなんか卒業セレモニーみたいなすんのかな、またなんかその辺もよくまだはっきり分かってないぐらい、急な発表やったので、二人がねそれぞれにちょっと時間をずらしてあのブログで発表みたいな形やったので、まあでもねもう1期生ももうねお姉さんメンバーになってきつつあるのでどこかで卒業はしていくんでしょうけど、あれだからその1期生の中での最年少メンバーっていうのが斉藤飛鳥ちゃんやったので、まああのね、アスカちゃんが残ってんのはあれなんですけど、今、一期生もう一人の秋元真奈ちゃんっていう子が28、9かな。なので、もうぼちぼちなんかなって、その3期の梅沢みなみちゃんに、あの、副キャプテン今やってるんですけど、そこをキャプテン渡して卒業みたいな形に、もういつなってもおかしくない状態なので、ファンはもう今戦々恐々としてます。はい。な感じのすごいな、でも雨ほんまにまだ降ってるわ京都は今、11時過ぎですけど、ので今日多分ね、いつも行ってる近所の蕎麦屋さんはお暇やと思うのでちょっと顔出してこようかなと思っております。はい、な感じで、残念なお知らせと、柴田優奈ちゃんユンちゃんが、選抜にまた今回も続けて入りましたよというご報告をしてます。してます。しました。はい。今日はだからそれそば食って昼から真面目に仕事を、いや今午前中真面目に仕事してたのよ。昼からも、真面目に仕事をしていきたいと思いますので、はい、それではこの辺でバイバーイ。